2017年4月3日、12時30分。私は見た、不幸な結婚式すれ。先週だけど、100人以上参列していたからバレないと信じて書く。土曜日午前の結婚式で、意義のあるものは、に差し掛かると、友人席から何人も挙手。なんと新婦が、そのうちの男一人に駆け寄る。慌てて、エイプリルフールだよ。と弁解する男たち。新婦が泣きながら、嫌だ、連れて行け、裏切った。となじる。揉めてるうちに新郎が、男と新婦まで殴る。新婦が殴られた途端新婦父が新郎に殴りかかり、もはや収拾がつかなくなる。解散。で、昨日一日待ったけど続報なし。どうなったんだろうか。4月1日が免罪符にならん事例だな。いろいろひどいね。なぜ新婦が殴られるんだとか。もう。新婦、マジじゃん。いやそこは新婦は当然殴られるべきでしょ。せめてもうちょっと詳しく。新郎と新婦はドキュン風なのか、とか。帰宅したら続報来てた。とりあえず破談は確認した。ご祝儀そのまま帰ってきた。新婦が入院したらしい。なんかこれ以上書いたら特定されそうだからもうやめとく。新郎新婦はドキュンじゃなかったよ。ちゃんと会社員してたし、どっちも特に変な噂もなかったよ。ご両親も、言っちゃ悪いけどお金持ちでもなければ貧乏でもない普通の人に見えた。友人席も、服装でパッと見せおかしいとか変には見えなかった。むしろ、よくいる膝出しドレスとかキラキラ衣装のアチャーな人がいなくて堅実な感じ。え、こんなエイプリルフール笑えないし。どんな理由があるにせよ両親の目の前で新婦殴るとかおかしくない？手あげるのは良くないと思うんだけど、詰め寄ってなじったのはやりすぎだとは思うけど、自分の感覚がおかしいのかな。なんかごめん。デスをよく読んでみー。拒否した男どもはエイプリルフールのつもりだったんだろうけど、新婦だけはマジだったんだよ。本気で言ってたんだ。頭おかしいよ。結婚式のしかも大事な場面でエイプリルフールってジョークにならない気がするんだけど。意味があるものはあって本物の新婦さんが言うやつでしょ？そこでやるかねって思う。新婦が泣きながら嫌だ連れて行け裏切ったとなじる。これって大事な誓いの式を台無しにした友人連中をこの場から追い出せっていう意味だと思ってたんだけど、別の意味があるの？新婦が駆け寄った男性に、私を連れて行け。エイプリルフールだとわかり、新婦が男性に対して泣きながら私を裏切った、となじった。と自分は解釈したけど。いやいや新婦はエイプリルフールと知らず、真に受けてその中の一人の男の元に駆け寄ったんだろ。ネタバラシされてからもその男に、嫌だ連れて行け裏切り者となじったって、これ説明しなきゃ本当にわかんないの？私もほぼ同じ勘違いを。新婦と関係があった男に私を連れて逃げるって約束してたじゃん。関係があったとも連れて逃げる約束があったとも書いてないが、冗談で意義ありと言った中の一人に新婦は連れて逃げて欲しかったんだろうね。新郎の立場がないよ。新郎が一番かわいそうだ。2014年5月17日、9時10分。私は見た、不幸な結婚式すれ。参加した披露宴は新郎新婦がいなくて、二人とも前日に食べたものが当たって寝込んだと説明あって、新郎側の両親が大号泣で、新婦側の親族が誰もいなかった。私は新郎側の友人席にいたんだけど、どうやら新郎が逃げたって後で聞いた。誰も祝辞を述べないし、出された料理を黙々食べて30分ぐらいで返されたけど、あの披露宴は異常だったわ。結婚式じゃなくてお葬式状態だった。新郎が逃亡しても式は取り行われるんだ。普通何らかの理由をつけて取りやめそうだけどね。ギリギリになって発覚した場合、無理を通して披露宴を行うことはあるよ。当日キャンセルしたって式場に料金は払うし、それだったら形だけでも披露宴やるみたいよ。新郎の友人だったの？どんな人だったのか見バレしない程度に出せる？友人席にいたけど、頼まれていった式なのであまり詳しくは知らない。ご飯食べるバイト感覚で参加した。多分、新郎側の本当の友人は10人いなかった。心当たりがあるのかしきりにメールしてる人と、我関せずで黙々食べてる人と、くっきり割れて面白かったよ。新郎の親族席は事情を知らされてたのか、ひそひそ話をしてる人が多かった。新婦側はがらんとしてた。友人だと思われる人が異様な光景に戸惑ってた。披露宴の前に親族だけでの結婚式は、さすがに新郎いない状態ではやらなかったよね。水増しが必要なほどの人数が必要な式だったの？地元の名士も招待していたから、こじんまりとはいかなかったみたい。地域的にも結婚式は派手にやるから、招待客は多い方がいいという判断だったようだよ。数少ない友人からは心配されてたようだけど、心当たりがあるなら事前に止めようよ。いつも思うんだけど、結婚が嫌ならどうして言わないんだろ。当日に逃げられた相手のことを全く考えないのが腹立つ。変に卒業ごっこされないだけマシなんじゃないの。2002年10月5日、0時19分。私は見た、不幸な結婚式すれ。できちゃった結婚披露宴の途中で、お色直しでもないのに花嫁が不在になりました。数分後、花嫁側の親族がパニック状態に。
私は新郎側の出席者だったので、もしかして逃げた？でも妊娠してるはずなのに、と首をかしげていると、そっと耳打ちの伝令が届きました。新婦、流産しちゃったってさ。当然、新郎は新婦に付き添って病院へ。高砂席に誰もいないまま、披露宴会場はただのお食事会となりました。残念ながら切迫流産で子供は亡くしましたが、新郎新婦は今も仲良く暮らしているらしいので、まだ良かったです。ひえー、ブルブル。その後も仲良くしてるってのがせめてもの救いだね。そうだね、それで結婚解消なんてなった日には。どうしても披露宴したかったんだろうね、その新婦。その代償がこれとは、あまりにも悲惨すぎだが。いや、わかんないよ。本人たちはやりたくなくても親の見栄のために、生まれる前に式くらいはってことだってあり得るんだから。2012年10月9日、2時12分。私は見た、不幸な結婚式すれ。そろそろ時効かな。新郎親族で参加した式&披露宴。新婦の職場の上司がスピーチで、しばらく会わないうちに綺麗になって。と、なんだか謎の言い回し。新婦両親の方を見ると、なんかもう申し訳なさそうに冷や汗かいて、ハンカチで汗拭きまくってる。新婦は嫌味に気づかずニコニコしてたけど、後で新婦母が話したところによると、新婦は出産休暇ならぬ、結婚前休暇を取ったらしい。3ヶ月。花嫁修行と称して実家で羽伸ばしつつ、ブライダルエステとネイルサロン通いで磨きまくったらしい。もともとが美人なので、確かにとても綺麗でした。式後は新婚旅行で北欧へ行くため、さらに10日休んでから仕事復帰するという。コネ入社だったため、社長直々の OK が出たんだってさ。道理で新婦同僚の皆さん、ずっと顔は笑って目が笑ってないわけだ。スピーチした上司も含め十数人来てた。二次会まで顔を出した新婦と年が近い親戚によると、酔った勢いという名のもとに、新婦同僚の人たちが。新婦はちょっと常識がずれてるところはありますが、悪い子ではないのでよろしくお願いします。とか叫んで大概は、和気あいあいと進行したそうだ。結局新婦は復帰後、やっぱり職場に居づらくなったのか、半年ほどで退職した。だったら結婚3ヶ月前の時点で辞めとけばよかったのに、と思った。もともと私は家が離れてるので新婦にはあの披露宴以来会ってないけど、いろいろやらかす夫婦らしく、その度に新郎母から我が家に愚痴の電話がかかってくる。3ヶ月の休暇って、すげえな。そりゃ闇の一つも言いたくなるよな、上司。結婚前休暇とやらで3ヶ月も休む面の皮の厚さがあるのに、居づらくなるという普通の感覚もあったんだな。いつ妊娠して職場を休むかわからないんじゃ扱いにくいだろうな。それはどの既婚女性でも同じだろ。どの企業にも切迫流産とかでいきなり長期休暇取る既婚女性がいるだろ。切迫はしょうがないよ。昔だったら馬詰めなだけだけど、産科病棟の半分は切迫。結婚前休暇を取った人なんだから、妊娠が分かった瞬間から子供が小学校上がるまでの8年近くを産休&育休で要求して、さらに8年間のブランク無視の待遇で復職してくるに違いない。結婚したら寿退社してくれる人が一番ありがたいだろうね。流産とか子供の病気とかで突発的に長期休まれるのは、職場の上司も大人げないな。コネ入社の新婦に嫌味を言って平気だったのかな。2011年8月8日、2時47分。今までにあった最大の修羅場すれ。自分的には修羅場話です。A と付き合って、結婚話をお互いの両親として、結納の日取りも決まっていたよ。結納の打ち合わせをするために両家集まったら、A の父親に、A に妊娠させた彼女 B がいることを打ち明けられて、謝罪された。そやね耳に水で呆然自失。B は、私の小学校からの友達で、その頃もよく遊んでいた幼馴染だったので余計に。彼 A のことも、早くから B に紹介していたんだ。B は、A に一目惚れしたとかで、私に隠れて猛アタックを繰り返して、とうとう妊娠に持ち込んで親に直談判して、結婚できることになったと自慢していたと、後から聞いた。A から慰謝料をもらって破談になった。A の両親は平誤りで、周りに破談の原因は A だとはっきり言ってくれたが、B の両親は、A が私より B の方を選んだのだからしょうがないと近所に言いふらし、ブサはかわいそうとあげつらってくれた。確かに B は、優香の美人だけどね。そんな噂が嫌になり、実家を出て、会社近くにアパートを借りて住むことにして、なんとか忘れるように努力していた。会社を結婚で辞めることにしてなくて、本当に良かったよ。実家の方の話は聞かせてもらわないようにして、忘れようと頑張っていた。それなのに、A と B の結婚式の招待状が送られてきたんだよ。どうやって住所を知ったのかわからないけど、転送じゃなくちゃんとアパートの住所だった。子供なんてとっくに生まれているだろうという時期。生まれてからの式かもしれないけど、開封もしたくないから受け取り拒否でポストに投函したよ。それから、B から手紙が何回も来た。全部拒否。そしたらハガキが来たよ。いやおうもなく目に入ったら、式には出てほしい。
友人代表のスピーチをしてほしい、と書いてあった。頭おかしいよね。簡単に浮気して子供作るような男と結婚しなくてよかったね。祝電ならぬ受電を打ちたくなるね。頭おかしいね、B。B からも慰謝料取りなよ。翌日、2011年8月8日、18時6分。書き逃げしてごめんなさい。はがきが来たのは一昨日で、昨日一日ずっとイライラしていたので、夜中にふと思いつき書き散らしてしまった。いろいろ考えてくれた人ありがとう。返事しないでごめんなさい。今日から早めに夏休みだったけど、実家に戻りたくなくて、親に電話して事情を説明して、アパートにこもってます。親からもある程度事情を聞き、友達にもメールで事情を聞きました。853が正解でした。レス番号850の書き込み。おつ。もしかすると、B は実家周辺及び嫁ぎ先で孤立しているのかも。冠婚葬祭板の不幸な結婚式すれでよくある話で、敵婚で略奪した新婦。新婦友人からカットアウトされ新婦友人席はガラガラ。さらに新郎親戚から式参加をボイコットされ、新郎親戚席ガラガラってのがある。新婦は友人から絶縁され、地域の人間関係はほぼ失った上、新郎親戚からは睨まれているので、ほぼ孤立無縁。おそらく、B も現在この状態じゃね？孤立状態を解消するためには、相談者も当て口を許してくれた、相談者もこの結婚を祝福してくれる、というのが必要と、B 脳内ではなっている模様。ま、あなたがそれに付き合う必要はないし、もしこの推察通りなら、スルーが最高の復讐だし。ただ、この手の身勝手な人間は、自分の思い通りにことが運ばなかったら、他人のせいにする。下手すれば婚姻生活が破綻した B が、相談者のせいだ。と襲撃戦とも限らんので、弁護士入れて A 父に通告した上で、接見禁止するが吉。B の友達は、私の友達。その友達たちに、略奪しただけでなく、私の悪口を散々みんなに言って、A が自分を選ぶのは当たり前。と言いふらしていたそうです。妊娠してるからと飲み会に呼ばなかったら、B が A と一緒に居酒屋に来て、私子に何か言われて B をはぶっているのか。と、すごい剣幕で A が怒鳴ったとか。みんなどっちだけで、妊娠しているのに飲んでもいいのか、喫煙している子もいるところにいていいのか、と言い返したとか。それから、だんだん友達に疎遠にされて、出産後の今年9月に式を挙げようと招待状を送ったら、B の友達は全員欠席。その上 B の勤め先上司は私の仲良しのいとこの旦那さんなので、うまく理由をつけて欠席だそうです。A の方も、大学時代の友達しか出席しないのではと聞きました。A と B が大慌てで、友達に直接出席を頼みに行っているようですが、みんな断っているとか。そんなところに帰るのも嫌なので、両親にこっちに来てもらい、一緒に墓参りに行くことにします。B もクソだけど、そんなクソに押し切られた A もクソだったね。今は辛いだけだろうけど、そんなクソどもと縁が切れてよかったと心から感謝できる日が来るよ、絶対。そうですね。A と結婚していたら、浮気で離婚していたかも。B の本性も分かって、縁を断ち切れてよかったよ。とにかくスルーでいいですよね。結納をしてなかったので、指輪もまだもらってなくて、婚約とは言えないので、B から慰謝料はもらってないです。A からのは、A 親の誠意だそうです。自業自得なアホに式は放置でいいよ、気にすんな。ドキュン様、とは思うが、なぜ相談者の部屋の住所を知っている？誰か教えたバカがいるのか、それとも更新所でも使ったのか。今日一日聞き回っただけでは、なぜ住所が割れたか、わかりません。会社から付けられていたんじゃないの？そこまでこだわっているなら十分やりそうだよ。どこに勤務しているかバレていれば、後をつけるのは簡単。アパートの場所がわかれば、あとはこっそり郵便物抜き取って書き写して、とかね。2週間後、2011年8月21日、8時37分、その後いかがですか？スレ。最大の修羅場スレで相談させていただいたものです。婚約間近の恋人を自分の幼馴染に出来込んで取られた女です。B の出産後に結婚式の招待状が送られてきて、受け取り拒否したら手紙にハガキが来るようになったと書き込みました。盆休み後、仕事から帰ったら、B がアパートの玄関前で赤ん坊を抱えて立っていました。追い返したかったのですが、赤ん坊がギャンギャン泣いて、B が、お腹が空いておむつが汚れているから変えて、授乳させる場所が欲しい。と騒ぐので、しぶしぶ中に入れました。要は、皆にはぶられて悲しい。結婚式にも出てくれない。あんたが出れば、きっと皆も出てくれると A が言っているから、自分は何とも思ってない、二人の幸せを祝いたいとスピーチしてほしい。ということでした。まるっとお断りだというと、赤ちゃんを押し付けてきて、こんなに可愛いベベちゃんを見ても情が湧かないなんて、あんたは欠陥品だ、とわめくので、欠陥品上等、欠陥品にはスピーチなんてできないし、結婚式みたいな席にはふさわしくない、と吐き捨てて、B を押し返して外に出しました。
B はしばらく、人手なし、とか玄関ではめいてました。おととい、会社のように入る手続きをしてきました。来月には部屋が空くので引っ越しします。オツです。いろいろと精神的に消耗している時に非常識な相手の勢いに飲まれたんだと思うけれど、家の中に入れなくてよかったと思うよ。それこそ門前払いでオッケー。今からでも弁護士さんにお願いして、接触禁止の措置とかやってもらったらどうでしょうか？しかし、AB はお似合いのバカだよね。自分たちの不利になるようなことをわざわざして、どんどん友人なくして孤立していってる。本当に A みたいなのと結婚しなくてよかった。いや話聞けば聞くほど、元婚約者と結婚しなくてよかったね。結納間近なら婚約者でよくね。結婚する前に元婚約者の本性が暴かれたし、クソすぎる元婚約者を喜んで引き受けてくれるビッチがいるんだもん、神様っているんだな。4日後、2011年8月25日、12時19分。あのアドレス入れてもらったのに返事できなくてごめんなさい。昨日のことなんですが、私が住んでいるところではいきなり夕方から横殴りの雨になり、折りたたみの傘でずぶ濡れになりながらアパートに帰ったら、玄関の前にカゴがありました。空飯とかでしょうか？その中に赤ちゃんが入ってました。安いアパートなので、ひさしなんてありません。もちろんずぶ濡れ。もうびっくりして悲鳴を上げたら、隣の人も濡れながら帰ってきたところで、119番してくれました。救急車が来て、赤ちゃんがぐったりしているのですぐ連れて行かれましたが、警察が来ていろいろ聞かれました。隣の人も証言してくれ、下の部屋の学生も、そういえば2時間前に車が来て、カゴを抱えている女性を見た、と証言してくれたらしくて、とりあえず釈放されました。でも夜中に警察から電話があり、カゴの中に私宛ての手紙が入っていて、こんなに可愛いベベちゃんをしばらく育てれば、ベベちゃんの幸せのために私子は結婚式でスピーチしたいというはず。可愛いベベちゃんをしばらく育てさせてあげるから、感謝してよね。と書いてあるが心当たりはあるか、と聞かれました。B の名前を出し、A の住所を教えました。すぐ親に連絡して顛末を知らせました。アパートにいない方がいいとのことで今日は年休を取り、今はホテルにいます。大家さんは近くにいないし管理人なんていないので、不動産会社の担当に朝電話しましたが、いまいち反応が薄かったです。あとは親が A の親と話し合ってくれるはずです。疲れました。オツです。B、赤ちゃん放置とかなんつうことを、開いた口が塞がらない。引きすぎる。ゲリラ豪雨よくあるよね。晴れてても地方によってはまだものすごく暑かったりもするのに。すでに赤の命よりも結婚式になってて怖いな。A の子供って、本当に役立つした元婚約者の子か？うわぁ、ありうるぞこれ。まともな神経があれば、よその子でも雨の中1ヶ月の乳児放置とかできない。報告者さんはできる限り関係者とは直接対峙しない方がいいよね。なんというか、元気を出して。あなたのせいではないからね。レスありがとうございます。今いるビジネスホテルは、下の PC ルームでしか使えなくて遅くなりました。部屋で地元友達に報告しまくり、何かあったら証言よろしく、と頼み込んでました。友達に親の飲食業を手伝っている子がいるのですが、そのお店に A が最近よく現れ、B が育児をしない、ご飯を作らない、B のせいで地元の友達がいなくなった。と飲んだくれるので、姉御肌の友達は、自業自得、病死に目がくらんで裏切るからだ。とズバッと言うと、泣き崩れているそうです。赤ちゃんの容態は気になりますが、どうにも確かめようがないです。私が見つけた時は、泣いてなかったです。動いてもなかったので死んだのかと思って悲鳴を上げたのですが、救急隊員による吐息はあるとのことでした。ますます赤ちゃんの父親が誰なのか気になってきた。まさか、A の子じゃないのがバレないうちに野望を狙って、相談者宅に放置とか、いや、まさかね。みっともない奴だな A は。顔見知りの店で愚痴るなんて、同情を引いて昔仲間に取り持ってほしいんだな。相談者さんが何かされないか本当に心配。結婚式に出てくれでさえ屈辱的で、呼んでるだけでも怒りが湧いてくるのに、怖すぎる。うまくいかなくなったら何もかも相談者さんのせいにしそうで気分悪い。レスありがとうございます。先ほどまで父親が来てくれてました。B は A の実家に出産後里帰りして、A の親が面倒を見ていて、床上げの後も赤ちゃんを置いて結婚式の打ち合わせとして A と外食に行ったり、一人で買い物に行ったりして、育児は一切してないとか、授乳も、母乳では出歩けないからとやめてしまい、完全ミルクだそうです。身近に赤ちゃんがいないのでよくわからないのですが、母乳は自分で止められるものなんでしょうか？それがお盆過ぎに、赤ちゃんを連れて外出する、と言い出し、まだ首が座ってないから遠出はやめた方がいい、というのを振り切って外出したから、おかしいと思っていたそうです。昨日は A の親の目を盗んで連れ出したそうで、帰ってこない B と赤ちゃんを探していたら、警察から連絡があったそう。今警察が B を探しているそうです。罪になるのかわかりませんけど、とにかくこちらに二度と接触しないようにしてほしい。と親が言ったところ、A の親が、弁護士を入れて公正証書を作ります。と言ったそうです。
来週末には引っ越す予定なので、それまで私はホテルで暮らす。アパートは親が片付けてくれることになりました。赤ちゃんの病院には、A の母親と妹が詰めているそうです。命には別状はないが低体温症になっているので、脳のダメージが心配だそうです。もう何とも言えません。痛ましくて。赤ちゃんがかわいそうすぎる。脳にダメージを負ったのは相談者のせいだ、とサビって襲撃されそうだ。逃げてー。 B にとっては A も赤ちゃんもどうでもいいんだね。隠した認定していた相談者さんの幸せを壊したかっただけって感じ。逃げ切ってね。多分そうだね。相談者さんに結婚式のスピーチさせられれば、 B にとってはミッションコンプリートなんだろうね。これが結婚前で本当に良かったよね。このバカ元婚約者と結婚して新婚生活を送ってる A に、浮気相手の女が捨て越しに来たらこっちが発狂もんだもの。3ヶ月後、2011年11月14日、15時0分、私は見た、不幸な結婚式すれ、高校の友達の結婚式に行ってきた。自分は大学進学から地元を離れて、大学のあるところで就職して結婚した。その後、親も親の生まれふるさとに祖父の介護を手伝うこともあり、Uターンしていったので、地元の話に疎かった。高校の時の仲良しグループじゃなかったし、どちらかというと私を煙たがっていた子だったので、なんで自分、と思ったけど、他の同級生も来るって言うからホテルを取って帰ったけど、披露宴がお葬式みたいだった。新郎の方は親戚がほぼ来てなくて、大学の友達だけ。あと職場の上司と同僚で、新婦は親戚はいたけど友達が来てない。自分ともう一人だけ。新婦一人で盛り上がっていたけど、ブーケトスでは投げずに私に手渡してきたので、私結婚してるよ、と言うと、いいのいいの、と押し付けられた。余興もないし、淡々と食事して新婦がお色直しをするだけの式だった。スピーチもなんでかなかった。帰りにもう一人の子に誘われてお茶に行って聞いたけど、もう結納が入るっていう幼馴染みの親友の彼を略奪して、適婚に持ち込んだ結婚だった。そうだ。子供が生まれてからの式だというので、子供は？と聞くと、親友が結婚式に出てくれないので、親友のアパートの前に子供を置いておいたら豪雨にあって、子供が衰弱して入院していて、結構重症でまだ入院しているそうだ。そんなわけで地元の友達にはソース感になって、親友って人に慰謝料も払ったそうで、新郎親戚にもソース感を食らっていて列席者が少なかったそうだ。話してくれた子は新婦のいとこで同級生だったから、仕方なく出席したそうだ。でもなんで親友のアパートの前に木の実を放置したのか聞いたら、親友に結婚式に出席してもらえば地元の友達も出席してくれるし、親戚も出てくれるだろうからと子供を盾に親友に迫ったけど、断られたから子供を押し付けに行ったら留守だったので、すぐ帰ってくるだろうからと玄関に置いてきたら、ゲリラ豪雨で濡れてしまったそうだ。本当に理解できない話で、新婦とは縁を切ろうとしみじみ思って帰ってきたよ。